ハヤトの野望チャンネルへようこそ。はい、というわけで今日もね、30歳の童貞が彼女を必死に作るゲーム母体ソロプレイしていきます。前回の終わりからですね、視聴者の方に DM をもらって韓国の文化をちょっと教えてもらいました。なんでも母体ソロっていうのは母体から出てきてずっとソロ、まあ、つまり生まれてから一度も恋人と付き合ったことがないっていうことを言うらしい。でソゲティンっていうのはなんか友達の紹介で異性に会うことを言うみたい。って思いました。というわけで今日もね、続きからプレイしていきましょう。もうちょっと無難に行った方がいいぞ。もう手遅れかもしれんが、あ、スマホ見始めちゃったよ。ちょっとなんかさ、会話がないんだよ。会話が、いや、もうやばい。もう飲んだらすぐ帰るやつだよこれ。かなり最悪に近い状況は。気まずい、ぎこちない雰囲気。何を言えばいい。車のキス。あ、ドライブに行きましょうみたいなことこれ。車必須アイテムだ。男にとって自動車は能力の象徴なんだ。あ、これ車を自慢しろってこと？あ、これ車自慢したら絶対ダメじゃん。BMW か。ちょっと、でも、もう人自慢行ってみるか。ここで黙ってても逆転はないだろ。車のキー出す。やってみる。もうやるしかない。ユミシ、제가군대있을때ユミさん、僕が軍隊に行った時の写真見てみませんか？いきなり？その時フィジカルすごかったんです。いいよ。あ、さりげに見せたってことね。自慢じゃなくて。なるほどね。なるほど。いいよ。いいよ。それはいい。それはいい。自慢じゃなくて、テーブルに置くことで、こんな車乗ってるんですよってことね。やめろ。自慢をやめろって。自慢をやめろ。この車本当に良品なさ。あ、でも それぐらいだったらいい。それぐらいだったらいい。いや、そう、うんちくはいらないから。うんちくはいらない。さりげなくでいいんだって。今度運転を教えてあげないとですね。お、そういうのはいいよ。あ、まだ免許取る気ないって。そんな余裕もないですし。あ、まだ就活中だもんな。あ、でもなんか、そう悪くもないんじゃないこれ。こいつ金持ってんぞとは思われたよ、きっと。もうさ、性格を気に入ってもらうのは難しいから、もうなんかその、なんていうの？もうステータスでちょっと、まあ、ちょっとこのまま手放すには、あ、急げ！コーヒーが出た！はい！よし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 。はい、先にな。もうステータスで勝負だ。いいよ。さあ。あ、これはな、これはな。どうしよう。また会話がなくなっちゃったけど。でもなんかもっとさっさと帰っちゃうかって思ったけど、意外と付き合ってくれてるね。もうだいぶ嫌な思いしたと思うんだけど。どうする？ユミさん褒めてみようかな。どうすんだよ、これ。まあ、とりあえず褒めてみるか。あ、まあ、いいだろ、褒めてみよう、とりあえず。いきなりで申し訳ないですが。本当に美人です。びっくりするよ。ユミさん。どこを褒める？どこだ？どこ褒める？体褒めるなよ、バカか。目を褒めよう、目を褒めよう。ユミさんは目が綺麗です。私の目ですか？はい、目は心の窓って言われてますよね。ユミさんは心も本当に優しいと思います。ちょっと面白いじゃん。ちょっと面白いぞ。キモ、ちょっと今面白かったよ。俺嫌いじゃないぞ、キモ。いけるいける、キモいける、いけるよ、いけるよ。目の中に海があるようで。ちょっとわかんない。その目の中で泳いでもいいですか？ちょっとキモいな。ちょっとキモいな、キモ。泳ぎ禁止です。ちょっと調子乗りようだけど、悪くない、キモ。あ、楽しいやつじゃん。楽しいやつじゃん、キモ、結構。悪くない、悪くない。いけるいける。ちょっとびっくりしてるけど、相手は。意外とね、一緒にいると楽しいやつだからいけるって、これ。いや、もうこの辺引き際じゃないか。これ以上褒めなくていいと思う、俺は。この辺にしとこう。この辺でいい、この辺でいい。十分、十分。いいよ、いいよ、キモいいよ。お、なんかまんざらでもない、まんざらでもないぞ、キモ。来た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 。引き際、引き際な、引き際。引き際大事だよ。分かってきた、分かってきた。お、せちから電話、もういいよ、出なくていいよ、こんなの。でも話題もないからな。お、相手お手洗いだ。あ、はい。逃げたりしないんですよね。何言ってんの。何言ってんって、もうめちゃくちゃだよ、もう。もういいよ、せち。もう無理だよ。お、여보세요？や、ソゲティン잘되고있냐？あれ、もう、
最初はちょっとぎこちなかったけど、俺のこと気に入ってるのか、今良さげだよ。なんで嘘つくんだよ。でもこの前も良さげって言ってたけど、振られてからお前酔っ払って泣いてたじゃん。あ、相手電話来たぞ。相手電話来た。これ出ようぜ。これ出ちゃおうぜ。あ、なんで出ないんだよ。出ればよかったのに。あ、これあれひょっとして出れたのかな、選べば。もしかして。しまった、出ればよかった。味方今どんな感じ。なんか LINE 来てるけど、何、まだ来るぞきっと。何、ユミのスマホ。あ、何、何しようとしてんのこれ。何しようとしてんのこれ。ちょっと待てよ、まだまだ帰ってこないよ、まだ帰ってこないよ。スマホ取って。よくスマホ置いてったよね、あの子も。普通スマホ置いてかないよな。でもこれ認証かかってるでしょ、無理でしょ。開くの、あ、チャット見れるんだけど。あ、キモいる、キモいる。どれ見る。ブロックしてるけど、ブロック気になるな。何これ、怖いの見つけた。何これ、ユミ寝てるの、会いたくて連絡したの3ヶ月前。あ、これ別れた彼氏からめっちゃメッセージ来てる。すっごい鬼メッセージ来てる。何これ、もう黙って消えろお前、ブロックする、二度と連絡するな。怖っ。怖い怖い怖い。とりあえず一番新しいの見てみるか。パカちゃん、雰囲気はどう、まだよくわからないって言ってる。うん、わからない。性格はいい人だと思うけど少し空気を読めない。でも私は優しい男より魅力的な男が好きなんだけど。あ、真面目な人って感じだって。あまりにも変だったら私が途中で電話するから一定抜けるから。それは礼儀がなさすぎるんじゃないの、知り合いの先輩の友達じゃん。まずはもう少し様子を見てみて。どうする、もっともっと遡ってみる。これ友達だよね、パカちゃん。普通の。でも足音がする、足音がする。やばい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 ぞ、来てるぞ来てるぞ、戻ってきてるぞユミさん。あ、店長じゃねえかよ、紛らわしいんだよ。やめろよ、この辺にしといてもいいけどな。まだでもなんかなりそうだけど、まあ、まあここまでしといてやる。まだまだ脈があるってことが分かったから、ちょっと残しといた方がいいだろこれ。無理するとこじゃないよこれ。面白さアピール効いてるから、割と。お、帰ってきた、びっくりした、よかった、戻しといて。悪いことでもしたんですか。してないっす、何もしてないっす。自分何もしてないっす。脈あるよ。まあでも俺さっきのメッセージに既読つけちゃったと思うけど大丈夫かな。お、女の人が帰っていく。何してんだろう、帰ってるわけじゃないのかれ。いや、デート中に他の女の人まじまじと見るのよくないと思うけど。え、何これ、気になっちゃってんのひょっとして。ちょっと待って、おいキモ、お前何してんだよ。もう最悪だよ最悪。あ、でも分かる分かる、こういう風に見せられるとなんかちょっと魅力的に見えてくる。最初ちょっとケバいって思ったけど、よくないよキモ、そういうのよくないと思う。あ、何、見比べてんの。いや、よくないと思うそういうの。何、お前選べる立場にないんだから。選べる立場にないんだよ。じゃあ赤いワンピースの彼女もうちょっと見ようぜ。あ、もうちょっと見る分にはいいだろう、もうちょっと見る分には。あ、セクシーだもんな、気になっちゃうよな。見るだけならただだからな。見るだけならな、そんな露骨に見るなよ。もうちょっとチラチラ見ろよ。そんな目を細めて見ないでもさ、もうガン見なんだけど、ガン見。ユミさんに絶対気づかれてるだろこれ。キモ、そろそろやめとけキモ、キモもういい。バレちゃうからユミさんに。なんで顔振りながら見てるんだよ。長いな、おい長いんだよ。はあはあ言い出したけど、なんか状況が、お、困ってるのが当たり前なんですかね。どういうこと、どういうこと、混乱するのが当たり前なんですか。反対。わかんないけど、よくわかんないけど、混乱してるのって当たり前なことではないと思いますけど、何かを相談してきたんだろうなきっと。これ聞いてなかった話を。なぜですかね、混乱が当たり前なのはよくないと思います。伝わるかなこれで。じゃあキモさんは就活してるとき、あ、就活についての話だったっぽい。どうやら。なるほどね。キモでも結構いいとこに勤めてるんでしょ今。あっさり決まったやつがさ、苦労してる人の話聞いても分かんないだろう。羨ましい。お、なんかちょっと尊敬され始めた。
私は今みたいに就活オンリーの人生でいいのかって心配していて、あ、だからこう出会いを求めてるのかな。まあでも出会う相手が肝じゃな。ちょっとな。まだ見てんだよ。もういいだろ。あ、これ見ちゃうよ。これは見ちゃうよ。こいつも見てんじゃん。スタイルいいな、でも。ニットのワンピいつまで見てんだよ。いや、目の前の女の子も美人だよ。どうしの、なんでだよ。あ、まあさすがに、まあでももう見ちゃうだろ。これは見ちゃうよ。こんなの見ちゃう。全然見ちゃう。もう話何も聞いてないんだけど。せめて半分ぐらい聞いとけよ。あ、まあ、まあこれは、木も責められない。これは見ちゃうって。見ちゃう。全然見ちゃう。ここまでガン見はしないけど。ここまでガン見はしないけど。この男も面白いな。なんだよ、このカメラワーク。面白いな。お、耐えた。耐えたか。木も耐えた。これ。ひょっとして。あ、これさすがにそろそろユミ行ってみるか。なんかもう格好も変わってないからな。いい加減な。それなりに専攻の勉強頑張ってたんですけど。つまんねえ話し始めたよ。いや、ちょっと待って、ニットの女の子見てた方が良かった。この子の話つまんないわ。失敗した。選択肢失敗したな。坊主にして寺入るとか言い始めたんだけど。これだったら女の子見といた方が良かったよ、向こうの。なんだよこれ、困るよこんなの。お、電話だよ。あ、これあれじゃない、就活のさ結果なんじゃない、ひょっとして。知らない番号、まさかこれで就職成功。何今度は、キモ、どうした、お腹痛くなったの。あ、なんでこう次から次へと問題が起こるんだよ。え、何の電話だったんだろうこれ。トイレから戻ったらもういないとかあるよこれ、もしかして。急な電話で、キモ復活した、トイレ。あ、めっちゃすっきりした顔してる。お、どうした、何か落ちてる。あ、財布、これユミさんの財布じゃないの。違う、それがさっきのニットの人かな。この財布どうしよう。カフェに預けておこう。わー、アイテムゲット。わー、アイテムゲット。やった。アイテムゲットだぜ。じゃあ本当に盗むの。ちょっと待って。そんな待ってない。誰の財布なんだろうこれ。そしてさっきある女性の方から、財布見てないですかって聞かれたんですけど、持ってる。見てないです。ちょっと待って。ちょっとやばいぞこれ。急にどうしたんですか。なんか盗んだ人みたいに見抜かれてるよ。ユミシーちゃん、ユミさん冗談まで。これ渡したら評価上がるよ。でもこれ、おちょうど落ちてるじゃねえか。落としたことバレた、ひょっとして。これ女性の財布じゃないですか。いや、女性もの使うの趣味なんですよ。あーこれさっき拾った気がするんですけど、もうダメだろこれ。苦しいだろ。まさか違いますよ。他人のもの盗む人じゃありません。そうだよ、もうこれは言い切るしかない。お金も確認していない。あ、中身は見てないからね。本当ですか。てかこれめっちゃ安い財布っぽいけど、3万ウォンも入ってなさそう。え、ちょうど3万ウォン入ってたの。なんでだよ、おかしいだろ。おかしいだろ。なんでだよ。これ盗もうとしたんですよね。お金ないからね、盗もうとしたと思われてる。もうこうなった以上、半分こしません、ユミさん。おい。あ、やばい、怒らしちゃったよ。泥棒に誘ったら怒られた。じゃあこれ全部僕がもらいますね。あと半分こしようってやらないでくださいよ。まあ、ダメだろもうこれ。あの、すいません、この財布拾いましたか。届けようと思ってたんですよこれ、ちょうど。あ、これさっきの人じゃん、ニットの。
これ僕じゃなかったらなくしていましたよ。いいよ、主張していこう。自分のおかげだって。お？来るかこれ。これ出会えたのも縁なので1割くらいでもいいですよ。違うだろっていうか中のお金触ってたからもうダメだよ何言っても。 ありがたいならデートでもどうですか。あれどっかで会ったことある。何これ。え、あ、友達の結婚式じゃない。ひょっとして僕シンプルな男なんですよ好みだったら好みって言えばいいのに。もう嫌なやつだなこいつ。ここに連絡先入れといてくださいうざいなうざいな。見覚えはあるんですけど知り合いだと勘違いしたんだと思います。こんなんで断る女僕も好きじゃないです嫌なやつすぎるだろもうもう一生できねえよキモ彼女なんて。もう一人でいた方がいいよ平和だよお金をせしめようとしてるし言われちゃったよ。そりゃ母体ソロにもなるよまた失敗したんですが、あなたは救済不能です怖いんだよエンディングムービーが。黒魔法を使う日が近い。そのうち孤独に死ぬそれでもあなたにはまだ希望がある。本当に最後の最後の機会が遅ければ死んで栗の花だけ残るなんで脅してくるんだよ。いやこの人の言う通りにしたけど失敗したとこもあったと思うけど完全にバッドエンドになっちゃったよ。難易度が高すぎる。規模がすぐ調子に乗り寄るから難しすぎるんだよ。まあでもこれうまくいくルートもあるんだろうけどねきっと。はい、というわけで30歳の童貞が彼女を作る実写ゲーム母体ソロここまでになります。なんでもねエンディング8つあるらしいんだよね。なんでぜひ皆さんもプレイしてみてくださいあ、多分肝にイラつくこと間違いないと思うんで。あ、でも結構なんだろう、なんか愛らしく見えてくるんだよな。でもな、結構好きになってくるんだよな肝のこと。というわけで今回ここまで。ぜひね皆さん、僕ツイッターやってるんでツイッターのフォロー、そして動画の高評価、チャンネルフォローよろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバイ。